このチャンル正直ですね、すごくインフレが激しくて、どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本のプロデュースを手掛けております。この動画では、子育て本を出版する方法について解説します。以前ですね、インスタグラムのフォロワーさんたちに、どんな本を出版してみたいですかって聞いてみたところですね、この子育て本というふうにね、答えてくれた方が非常に多かったんですね。もうそれこそ以前ご紹介した自伝に次ぐぐらい多かったです。やっぱりインスタグラムとね、非常に相性のいいテーマなので、インスタの方では子育て育児アカウントを運営している方も多いようです。なので、今回は子育て本の出版方法について解説していきたいと思います。で、その子育て本と一口に言いましても、結構種類がありまして、で、その種類ごとにポイントとなる部分が変わってきますので、その種類ごとにね、ご紹介していきたいなと思います。結論を言うと、子育て本は、大きく3つに分けられます。1つ目は、育児の日常を笑いに変えるエッセイ、コミックエッセイ。二つ目が、東大やハーバード合格といった受験対策の教育論。三つ目が、育児かける心理学や脳科学などの子育てハック系になります。ではまず一つ目の育児エッセイ、コミックエッセイなんですが、こちらは育児の大変さや、おかしさ、感動を書いた本ですね。エッセイ、コミックエッセイ両方スタイルとしてはありますが、コミックエッセイの方が主流なのかなっていう感じはします。例えばエッセイの方はですね、こちら君は赤ちゃんですね。川上美恵子さんのエッセイがあるんですけれども、もうこれは本当になんかもう大爆笑というか、うちも妻が妊娠中に読み始めたのかな。で、とにかく面白くてですね、授乳を終えてこうね、パンパンに張ってたおっぱいが、こう、通常モードに戻るというか、若干下がった時にですね、そのおっぱいを見て、こう、打ちひしがれたなんていう表現するみたいなね、もう、打ちひしがれたなんて言ってずっと笑ってたんですけど、やっぱそれぐらいの、その、面白い表現力、プロの作家さんですからね、プロの小説家の方ってエッセイ書いても面白い方々が多いので、そうそう、桜ももこさんの、そういう風にできているでしたっけ、ああいうエッセイもそうですし、とにかくその、プロの作家が書くエッセイっていうのが、やっぱ面白いし、主流になってる気はします。で、この動画を見てくださってる方は、おそらくプロの小説家ではない方がほとんどだと思うので、そういう意味では、こっちよりは、コミックエッセイの方がまだ可能性はあるかなという気はします。でもコミックエッセイっていうことで言うと、ブログの方で、ライブドアブログとかの方で、育児とか子育てをテーマにした漫画を書かれている方々がたくさんいらっしゃって、で、そこで人気のある人たち、いわゆる公式ブロガーみたいな方々が、出版するというケースが以前から多かったように思います。で、最近はそういう作家の方々もですね、結構インスタの方でも同時にこう更新するというか、ブログで書いたものを1日後、2日後にインスタに載せるというような形で、インスタの方でも結構その拡散させていらっしゃるように思います。実際その相性を考えてもすごくインスタっていいので、主戦場がそのブログメディアからインスタの方に移ってきてるんじゃないかなという気はします。機能的にもユーザー的にも本当にインスタグラムとその育児エッセイ、子育てエッセイってすごく相性がいいと思いますので、これからそのコミックエッセイの出版を目指すという場合は、やっぱりインスタの方をですね、やってもらって、そちらでファン、フォロワーさんをどんどん獲得していくっていうのが一番の近道だと思います。ただその掲載先としてインスタグラムだけというよりは、やっぱりそのツイッターであったり、ノートだったりっていうその各所拡散する先は大いに越したことはないので、インスタメインにしつつも、いろんな属性の方にお届けできるようにっていうのはした方がいいかなと。ただどちらにせよ、その多分フォロワー数がどれぐらいいるんですかとか、インプレッションどれぐらいあるんですかっていうのは絶対聞かれることになるので、自分のメインの SNS のこう育成というか、そっちをとにかく頑張ってもらう必要があると思います。続いて二つ目、受験対策教育論。こっちはガラッと空気が変わってですね、頭のいい子供の育て方、このノウハウを書いた本になります。でこちらはその頭がいいとか、もっとぶっちゃけて言ってしまうと、その大学、進学先、卒業先っていうのが重視されるので、実績としてお子さんの合格した大学、卒業した大学がどこかというね、ブランドがすごく重要になります。本当分かりやすく言ってしまうと、東大とかハーバード大学卒業みたいなところですよね。このチャンル正直ですね、すごくインフレが激しくて、今となってはただ東大出たというだけだと、ちょっとパッとしないかなというか、何がしか、もう一つ二つなんかありませんかねって多分要求されるんじゃないかなと思います。それこそ例えば兄弟がね、10人とかいて10人全員が東大ですとか、ビリギャルみたいにこう成績偏差値40、高校2年生で40からとかね、おそれはすごいなって、その差別化要因が一つ二つ欲しいですね。ちなみにそのお子さんがですね、例えばそのスポーツとか、
芸事でそういう有名大学に入ってる場合、まあね、それこそ一郎選手とか羽生結弦選手みたいにもう国民的大スターになってしまえば、そんな大スターを育てたお父さんお母さんというだけでもう十分差別化できるし、まあみんなね、ファンの方は興味があるからちょっと読んでみようかなと思ったりしてもらえるんですけど、まあそうじゃないってなると、スポーツとか芸事って言うとやっぱりちょっと特殊、一般的なこういった本の読者って考えると、やっぱり勉強、普通のお勉強の方で、そういう大学に入ってほしい。というか、それのパターンしかないだろうなって感じがするので、ちょっと厳しいと思います。三つ目が、育児×心理学、脳科学などの、まあその子育てハック系の本になります。こちら本当に育児に関して、心理学とか脳科学の面から、こういった育て方をするといいよとか、こういった声掛けの仕方をするといいよっていうのが書かれた本になります。有名大学に入学する、卒業するというような、まあ明確な具体的な目標を掲げるというよりは、まあ将来稼げるようになるとか、IQ が高い、あるいは共感力が高いとか、自分で考えられる自立心が強いとか、もちろん幸せな子になる、幸せになれる、というような総合的な人間としての能力アップであったり、可能性を引き伸ばすような育て方を目的とします。例えば、こちらですね。成功する子、失敗する子、何がその後の人生を決めるのか。こちらのようにですね、この最新科学で解き明かしたみたいなですね、この科学でみたいなのが、結構重要になります。大人は子供とどうかかるべきかを科学で解き明かしたみたいなことであったり、他にも、アドラー心理学でとか、最新のどうのこうのでとか、モンテッソーリでとか、まあこういったやり方やそのアプローチで、まあ最高の子育てをね、やっていこうという方法になります。で、こちらその人気があるというのもあるんでしょう。すごく類書が多いです。で、そうなってくると、まあ特にその著者優位性、著者のオリジナリティというものが重要になってきます。で、例えばこちら、そのパパの研究者、子供を育てる脳科学なんですけど、もう池谷裕二さんといえばですね、僕なんかだともう海馬っていうね、あの本のイメージがすごく強いんですが、まあ本当一般人でも知ってるような脳科学に関するすごいベストセラーを書かれた、先生なわけじゃないですか。で、こういう方がその脳科学に根ざして書いてるっていうだけでだいぶ強いんですよね。で、あるいはこう怒らない子育てなんかもですね、この怒らない、イライラしない系っていうのも人気があるんですけれども、こちらも怒らない技術というですね、90万部のもう超超大ベストセラーを出したですね、島津義則さんが書かれていたりしてですね、まあとにかくその著者のラインナップがすごい、すでにベストセラー出してたりとか有名な方が著者になっているパターンが多くてですね、まあこういう強い著者さんたちがいる中で差別化するための要因がね、必要になってくるわけです。まあなので、例えば小児科医が教えるであったり、幼児の脳の研究者として世界的権威が語るとか、ちょっとしたその看板が欲しいんですよね。だから実際この手の本って、海外のその研究者の本は結構多いなという印象ありますよね。なので、一般のその我々のような親ですという人が、ただその脳科学とか心理学を勉強してやりましたってだけだと非常にパンチが弱いです、正直。はい。なので、本人自体はやっぱり有名になっちゃう必要はどこかであって、まあそれこそ、ある種子育て本って自分の子供しか育ててないわけだし、基本的に。逆に研究者の本だと、いや、あなた実際育てたのって一人二人じゃん、みたいなことに、まあなる、じゃあなる。そこが弱点といえば弱点なので、例えば子供向けの塾をやってもう10年、20年、なってすごい子供がいっぱい生まれてるよって、まあモンテッソーリなんかそうですけど、まあ有名な塾を先に経営してしまって、そっちで話題になる。で、自分のその塾が話題になってその本を出すような流れの方が、遠回りに見えてすごい強い近道なのかもしれません。で、まあ、ここまで3つのね、タイプ別にそれぞれのポイントも振り返ってきたんですが、この3つに共通して言えるのはやっぱりですね、SNS でファンを作っておいた方が圧倒的に有利だということです。まあ、どんな本であれ、正直 SNS で情報発信をしていて、すでにファンがついてるっていうのはもう絶対プラスになる条件なんですが、特に今回のようにその著者優位性をかなり高めなければいけないとか、差別化するのが難しいなっていうものの場合、あともちろんコミックエッセイなんかももろそれなんですけど、とにかく SNS でこれだけファンがいるよっていう形で自分を補強する、自分の信頼感とか面白さを担保するっていうのが、多分一番有効な技になります。
なのでこれはもう必須かなと思います。というわけで今回も動画をご覧いただきましてありがとうございます。いくつかお知らせの後で最後にまとめを行います。まずはオンライン出版セミナーの受講者さん募集中です。西浦がですね、増刷率9割、平均部数4万5000部を10年にわたって維持してきたその秘密をですね、セミナーの方で余すことなく全部お伝えしておりますので、ぜひぜひご受講ください。でまた受講者の方にはですね、漏れなく西浦と1対1のオンラインでの企画相談の時間も設けております。これからどんな本を書いていけばいいかというようなご相談からですね、あるいはもう出版が決まっているのでどうやって売っていけばいいかって反則のアドバイスを知った方も全部私お答えしております。特に企画の方はですね、全然そんな発想なかったって喜んでいただけるようなヒントをね、お伝えできることが多いですし、反則の方もですね、あれできますかこれできますかって、その発売までの日数とその方が持っているまあリソースとかをね、聞きながらできる具体的な案をご提案するので、ぜひぜひ参考してみてください。本当にすごいね、有名な方とかも実はこっそり受けていらっしゃるコンサルなのでおすすめです。またまだこのチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからも出版に役立つ情報を分かりやすく丁寧に解説していきます。どうぞよろしくお願いします。セミナーもチャンネル登録も詳しくは概要欄の方をご覧ください。それでは今回のまとめです。子育て本を出版するには3つの種類に応じたポイントを押さえる必要があります。1つ目の育児エッセイ、コミックエッセイ、こちらはエッセイの方は正直小説家さんのようなそのプロの作家さんが書かれていて、そちらが人気があるケースが非常に強いので、ちょっとその成功法で戦うのはかなり分が悪いと思います。でコミックエッセイの方はこちらの方が正直新刊点数も多い印象ですし、ブロガーさんたちがどんどん昔から出されているので、こちらがこの動画を見てくださっている方には良いんじゃないかなと思います。ちなみにエッセイであれコミックエッセイであれ、今どれぐらいフォロワーさんがいてインプレッションがどれだけあるのかとか、いわゆるエンゲージメント率を絶対見られるので、しっかりねファン作りをしていきましょう。やはりジャンル的にもですね、テーマ的にもですね、そして機能的にもインスタグラムが非常に相性のいいSNS だと思いますので、インスタグラムはね絶対外さない方がいいんじゃないかなと。でプラスアルファ拡散用にツイッターであったり、相性が良ければノートの方がいいかなとか、 YouTube もやってみようかなとか、もちろんブログねやられた方はそちらも継続してもらうという形で、はい、ご自分のね合うスタイルを見つけてほしいなと思います。次に受験対策系の、教育論、もうこちらはもうとにかくお子さんの、合格した大学のネームバリューは必須なので、少なくとも東大、ハーバード大学のような世界的に有名な大学も良いと思います。ただ本当このジャンルってインフレが激しいので、東大というだけではちょっと弱いと思われちゃうかもしれませんが、兄弟がね何人もいて、その人たちが全員東大ですとか、高校2年生の夏まで偏差値50でしたとかね、何がしか差別化要素が必要じゃないかなと思います。でスポーツ芸事系は本当にそのお子さんが国民的スターぐらいまでなってしまえば別なんですが、そうじゃない場合はやっぱ特殊例だという形で、あまり出版には向かないと思います。3つ目、育児かける心理学、脳科学などの子育てハック系、こちらはとにかく類書が多いです。なので著者優位性、著者のね差別化要因がものすごく重要になってきます。でも 1,2,3 どのタイプにしても正直 SNS のフォロワーさんの数、その中でも熱いファンの数というのはすごく重要になってきます。特にね子育てのねコミックエッセイなんかはもうインスタ相性抜群ですから、はい、ここをしっかり伸ばしてほしいなと思います。というわけで今回の動画以上になります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。今回の動画面白かった、役に立ったよという方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。またコメントも随時募集しております。この動画に関することや出版に関することはもちろん何でも答えさせていただきますし、正直見たよとかね、良かったぐらいの一言でもすごく励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。